今日は、まあ、令和最初の、うん、大物ゲストが今日来てくださることになっております。はい、そうですね。はい。ちょっと緊張しますね、こっちもやっぱり。ああ、そうですか。うん。やっぱり、偉い方だから、お寺の和尚さんだから。まあ、そうですよね。和尚さん。はい、和尚さんだから、罰当たりのこともできないしね、だから。はいはいはい、はい。なんか、クソぶっかけたりね、正面引っ掛けるわけにいかないし、罰当たりって言われるからね。いや、それはそうですよね。そういうことが絶対ないようにちょっとしたいなと思ってますけどね。はい、はい。ちょっと、なんだろうな、変な緊張感ありますね。今まで、来たゲストってさ、本当にここ最近で言えばさ、うん、本当に三股と、はい、手島と、はい、深川もうマジでクソばっかりだよ。テレビで見ない人たちばっかりだったけどさ、はいはいはい、ちょっとまあ和尚はね、はい、和尚はちょっとテレビで見ないわけじゃないから、はい、見るじゃない。そうです、見ますね。いやちょっとな、緊張するよ、失礼あっちゃいけないなと思うし、はいはい、まあでもそれはもう一線級ですから、うん、今日リスナーの皆さんに心して聞いてほしいなと思います。はい、というわけで、まあ、狩野英孝さん、この後、まあ、なんて言ったらいいですかね、狩野和尚なんですかね、お寺の方だからね、なんて言っていい、まあ、どうなんでしょう、まあ、それは本人に尋ねつつなんじゃないですか、ね、和尚さんって、あれ、髪は坊主にしなくてもいいもんなのかね、あれね。そのね、でも、多分宗派とかによったりとか、いろいろ、はい、あるとは思いますけど、ね。比叡山行ってね、なんか修行したりとか言うもんね。はい、そうですよね。うん、なんかこの前あれだったよね、なんか車の運転、あのお坊さんの袈裟着て運転してたら、うん、道路交通法違反で捕まっててね、あ、運転しにくい服を着てたからって、和尚さんとかあのお寺の人みんな怒ってたよ、ぶち切れてたよ、全然そんなことないよ、運転しやすいわ運転しやすいわって言ってた、全然怒ってたそうですか。その辺のね話もちょっと聞いてみたいところもありますし、はい、それでまあ、あの先週先々週とずっと言ってますけど、狩野さんっていうのは非常にアレルギーが多い方で、はい、アトピーなんかでも悩んでいらっしゃる方なんですよ、はい、だから今日はアトピーとか本気で悩んでる人とかいたらね、はいはい、ちょっとどういう風にしたらいいのかアドバイスもらったりとか、ちょっとアトピーの人ともこううまくお話できたらなというふうに思っています。なるほど、これは真面目な方です。そうですね、うん、はい、相当悩んでる方がいらっしゃる。いや多いと思いますよ、はい、やっぱり、はい、矢沢さん子供大丈夫なの？いや一応今のところ大丈夫です、ね、大丈夫。でもいつ出るか分かんないもんね、はい、分かんないですよね、突然出るらしいですもんね、うんうんうん、だからちょっとその辺もという、うん、真面目な方ではそっちがありますけどもね、はい、大丈夫です、というわけで皆さんはですね、生放送でございますので、狩野英孝さんにメッセージ、うん、送ってください。まあ何でもいいですよ、お蕎麦のこと聞かせてください、うどんのね、はい、とか焼きそばのお話でもいいですし、蕎麦のお蕎麦うどん焼きそばのお話、うどんね、ラーメンだとかラーメンのお話お好きみたいですから、ああ逆のね、そんな麺評論家じゃないでしょ。あと狩野さんはちょっと皆さんちょっと天然なキャラで結構テレビ出てること多いから、はあ、あんまり知らないかもしれないけど、はあ、非常にお笑いにはうるさいところがあります出川さんと一緒で出川さんもお笑いにはちょっとうるさいところありますけど、狩野英孝さんもあんまりテレビで見る分にはあんまり言わないですけど、はあ、結構お笑いにはうるさいところがありますので一加減あるところがありますので、はいはいはい、お笑いのことについても何でも答えてくださいますので、はいはい、ちょっとぜひぜひ皆さん狩野さんにメール送ってくださいはい、というわけで狩野英孝さんこの後すぐ登場です。さあゲスト紹介いたしましょう、わざわざ来てくださいました、ラーメン芸人、ラーメン、いやイケメン芸人ですラーメン芸人って言ったことないですかラーメン大好き狩野英孝さんです。いやどうもラーメンつけ麺僕イケメン狩野英孝です、お願いしますいやーラーメンザーメンやめてやめて本当マジでそれ AV 売り場に書かれてましたから俺の写真と顔面ザーメンイケメンなんなんですかこれみたいな最高じゃないですよ著作権にマジで何がお好きなんですか、一番何がですか、ラーメンとつけ麺とザーメンとザーメンとってね、いやラーメン好きですよ、もともと好きですよ、どういう味が好きなんですか。いやもう僕はやっぱ東北なんで、そうかそうか、味噌とかそういうのが好きですね。でもやっぱ東京来てから、うん、初めてとこう豚骨ラーメンに出会って、東京で豚骨に出会って、はい、豚骨はい、いやいやなかったんですよ本当、東北20年前とかは、はい、豚骨ラーメン美味しいなと、まあ、ラーメンの話もうどうでもいいんですよラーメン芸人じゃないですから俺マジで、あっつっこんだ、そうめんやっぱりイボの糸オッケー全然かかってないしエコーもかけなくていいっすよであとそれとすいません、前半ちょっと盛り上がってたようであれなんですけど、番宣じゃなくて僕お寺じゃなくて神社ですから、
あの、坊さんじゃなくて、神主ですから。あ、そうか。そうそうそう。お寺。神社じゃ、神社ね。神社ね。ガーリックじゃなくて神社ね。いや、それ、しょうがね。いや、いやいや、神社ね。神社。神社ですか。神社ですか？やめてください。あ、全然違う。すいません。やっぱ結構間違えられるんですよ。やっぱお寺なの、神社なの。違うんですか？全然違います。違うんですか？言ったら、あ、神社はこう、うん、あの、安産とかそういうので、まあ、姓ですよね。うんうんうん、でお寺と言ったらこうお墓とかあるね、市なんで、あ、そういうことなの、やっぱ全然やっぱ違います、違います、全然違うんだね、はい、あ、じゃあそれ、これ失礼しました。いや、それで言ったらもう有吉さんの厄払いなんか僕神主の資格取ってやりましたからね。そうだ、ハワイでやってもらったね、はい、芸能人で初めてこうご祈祷したの有吉さんですから。いや、そうだ、そうです、おかげさまで。でも悪いことが起きないわ。ほら、そうでしょ、ありがとうございます。ちょっとでもこのスタジオね、はい、ちょっと邪気がすごいんですよ、はい、なんか縁起悪いとか空気よどんでる感じするんですよね、はい、はいはい、いいですか。あ、それもう無理です。え、もうね、あの、そういう風にあのご祈祷をちょっとバラエティチックにできないですよ、マジで。本当に怒られるんで。そんな簡単には。そういうもんだ。そう、だから有吉さんのあの厄払いも、うん、ハワイでやりたいってなって、うんうんうん、もう僕あの家で紙写し、うん、いろいろあの野菜とか果物とかそういうのも全部、日本から全部送って、うんうん、ハワイに、うん、でそれしっかりやったんですよ。あ、それでちゃんとやった。それでちゃんとやったんですよ。あ、そうです、そうです。じゃあできないんだ、そういうの。だから簡単にやってとか、えー、いや、びっくりした。そんなんでも、だって小田武道さんとか結構簡単にやってる。いや、もう小田武道さんはだからちょっとあれダメですね。ダメだ、ダメっていうか、あれは神主じゃないよね、お坊さんだよね。お坊さんですね。だって お経唱えながらこうなんかバンジーやったりとかしてるじゃないですか。ちょっとあれは僕あの子供ながらに見てても資格取る前でも違うんじゃないかなと思ってましたよ。でもいいんじゃない、いろんな形があっていいんじゃないかな。まあまあ、ね、まあまあ、そうですかね。まあ、それ恋愛の、だって恋愛のあれでしょ、お守りが全然売れなくなったんでしょ。いや、逆です、逆、恋愛のお守りがめっちゃ売れるようになったんです。売れるようになった、売れるようになったんですけど、家内安全が売れなくなったんですよ。すごいな、はい、なかなかいないよね、だって本当に神社やりながらっていうね。そうっすね。まあ、じゃあできないんだ。じゃあこのまま邪気がすごいままやるしかない。邪気はないですよ。邪気すごいよ。全然感じないですよ、全然感じない。やっぱほら、占い師の島田みたいなもんが来たからさ、邪気残してるからさ、はい、ああいうインチキなさ、怨念が残るからさ、気持ち悪いんだよな。一回お祓いしてもらわなきゃなと思ったけど、いや、もうその時は結構ある程度包みはいいの。じゃあ闇で、いや、闇やってないですよ。いや、違う違う、祈祷してもらうにはちょっとお車代ですとか言って渡して。ああ、いやいやいや、もうあの一律決まってますね。あ、そうなんだ。言ったらあの、まあ、あのお寺でいう檀家さんっていらっしゃるじゃないですか。おう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 、神社でいう氏子さんなんですね、おうおう、地元の方々。おうおう、もうその方々の中でこう一律いくら決まってんだ。はい、合格祈願、家内安全、安産祈願、うんうん、いくらって決まってる。あ、そういうもんなんだ、はい、そうなんだ、はい、じゃあそれをじゃ あのお願いすれば、あの包んで渡せばやってくれるってことね。そうですね、うん、ありがたくお頂戴します。それはでも税金どうしてんの。税金ですか。あ、そうですね。税金の辺はなんかね、宗教法人の人とかって結構、そうですね、あのだから結局そういうご祈祷が入りました、うん、いくらお布施いただきましたってなったら、うん、その本庁にちゃんと申告して、うん、なるほどなるほど、はい、でそれでそこからいくらっていただくんで。あ、そういうことなんだ、はい、なるほどなるほど。ちょっとそういうなんかね、あの、まあ、なかなかどういう、はい、あの 経緯でそういうふうなお金の回ってるのかなって、ね、今ちょっと気になってたところなんで、はい、闇神主。闇神主じゃないですよ。闇祈祷やってなかった。闇ご祈祷やってないっすよ。マジでやめてください。じゃあ事務所は通してるんですか。事務所は通してるというか、まあ、行ってきます、この日休みくださいっていう形で言ってますけど。あ、ちゃんとね、はい、あ、じゃあ事務所は大丈夫でね。いやいや、闇とかじゃない、闇とか闇とかないですから。だからそのなんかワットその半グレ集団みたいなのがちょっとかの祈祷してってよ。いや、これはね、ちょっとそれはね、僕ちょっと経験ないですけど、うん、でもそういう場合は多分、うん、断るってことは多分ないのかなって思いますけどね。神様系はどうなんだろうね。難しいよね、はあ、それね、結構その神主っていうのはそのお願い主の方々と神様のこう中取り持ちっていうんですね、うんうんうん、だからその方々の願い事を神様に、まあ、あの掛けまくも賢きっていう形で、うん、あはいやいやイエイじゃなくて、いや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 、賢い、賢い、勝手にかしこまないでマジで、マジで本当に持ちギャグみたいな、持ちギャグじゃないんだ、持ちギャグのあんのそれをやっぱ伝えるお仕事なんで、うん、そこ断るとかそこをご祈祷したからなんかこう叩かれるっていうのは違うような気がする。だからそれこそ神社本庁
長が判断することかもしれないね。かもしれないですね。そういうのはちょっと困りますっていうことになっていく。はい。じゃああんまりじゃあ闇気とはないんだね。闇気とはない。表気と。表そうです。もちろんそうですよ。ね、もちろんそうですよ。神様の前ですから。すいません。表気と。ちょっといろいろ失礼しました。何言ってんだおい。聞こえないぞ。おい。